皆さんこんばんは。日本共産党の衆院大阪3区国政対策委員長をしております深田美由と申します。私の方からも一言、この地域医療を守っていくために立場を超えて皆さんと力を合わせてさらに運動を発展させる決意で連帯のご挨拶をさせていただきたいと思います。実はですね、昨日私が住んでおります住吉区で総合区と特別区に関する説明会というのが行われました。そこに私も行きまして、その中でいろいろ市長や大阪市側の説明があった後に質問コーナーがあるんですが、住民の皆さんからの質問の中でですね、たくさん、質問出たんですけれども、住吉市民病院のことに触れた質問が3つありました。全体の中の3つなので結構な割合で皆さん住吉市民病院の問題注目してるし、やっぱり心配してるんだなということがよく分かりました。ある方は住民投票に何億円もかけてもうやったじゃないかと、またその住民投票をやるお金があるんであれば市民病院存続できるじゃないかと、こういうお話をされておられましたし、また別の方は特別区になって自分たちで自分たちの自治体のことを決めれるんであれば、その時に市民病院を作るっていうこともできるのかと、こういう質問をされた方もいらっしゃいました。またですね、二重行政の解消ということでこの5億円浮くということで市民病院と府立と廃止統合ですね、これをやると言ってやってきたけれども、今日このチラシの中にもありますように、分娩の受け入れの制限や、また来年1月からのこの空白期間が生まれるというキャストの報道を見られた方が、こういう状況になったらどこでね産んだらいいのかということを市長に率直に質問をされました。で、このチラシの中では空白期間が近隣の病院を紹介する仕組みを強化していくので問題ないという記者会見のお話が載っていますけれども、昨日の説明会の中で市長が言ったのは、近くの病院のリストを示して紹介しますと、そこには健康局の電話番号も載せておきますからそこに電話してくださいというふうにおっしゃったんですね。で、近くの病院紹介する、それはするべきことなのかもしれませんけれども、紹介されても行く先なかったら健康局に電話したら病院見つかるんでしょうか。私はとても無責任な話ではないかというふうに思いました。そしてもう一つ、これだけ多くの人が反対をし、大阪市の南部医療協議会でも、そして府の審議会でも反対があったにもかかわらず、ゴーサインを出した厚労省、国の責任も問われなければなりません。ゴーサインを出すときに厚労省は注視をしていくということを言いました。そして住民の皆さん、地元の関係者の皆さんには丁寧に説明されるべきであるということも言いました。しかし先ほど来から報告ありましたように、丁寧な説明はなされていないどころか、次々とそもそもの計画が間違ってたんじゃないかというような、もう本当にひどい状況になっているありさまです。手続き上はですね、ベッドの数しか見てないということだそうですから、計画の変更はないということを大阪府も大阪市もおっしゃいます。これは厚労省に聞いて進めていることなので、多分厚労省もこういう見解だということだと思います。しかしです、政治的にはこの責任は大きく問われなければならないと思います。この間、私たち日本共産党のもう国会議員辰巳幸太郎参議院議員がこの問題を取り上げました。今日から通常国会が始まっております。この国会の中でこの問題ぜひ取り上げたいという相談を辰巳議員ともしております。その点で国会とも力を合わせて地域医療を守っていくために私たちも尽力をしていきたいというふうに決意をいたしております。しかしともあれ、大事なのは市議会だと思います。2月議会に向けて多くの皆さんと地域で地域医療を守ろうと、市民病院が果たしてきた役割残そうと、この思いを集め切ってですね、絶対にこれを実現する、そのために皆さんと共に心一つに頑張る決意を述べまして挨拶とさせていただきます。
共に頑張りましょう。